サイモン・ケリー著期・チョキ、名、サイモン・ケリー、1973年12月2日帯は、日本の実業家、元新日本プロレス社長、アントニオ・イノキの元娘婿であり、元ミュージカル女優のイノキ・ヒロコの元夫、妻との離婚を発表以降は、サイモン・ケリーを名乗る、神奈川県川崎市出身、アルゼンチン人の父親と日本人の母親との間に、生まれる。 アントニオイノキが経営していたインターナショナルスクールに通い、大学卒業後に、電通や日本コカ・コーラで勤務した後、1998年4月、UFO アメリカ支部代表。2000年8月に新日本プロレスに入社。チーフブッカーとなる。2002年4月、新日本プロレスロサンゼルス道場広報、担当役員。2003年6月、 新日本プロレス執行役員2004年6月新日本プロレス取締役2005年5月には新日本プロレス代表取締役社長を歴任2007年3月に同社を退社して岐阜のアントニーを猪木と共に新団体猪木ゲノムフェデレーションに合流障害を担当して主にアメリカからイグフに選手を送った2017年に イグフが事実上活動停止後は、兄弟団体である、東方英雄伝の CEO として活動していたが、2019年1月9日、自身のツイッターにて、2018年いっぱいでイグフ、及び東方英雄伝を退社したことを明らかにした。以降、剣道家臣、鈴木秀樹をコーチとして WWE に招聘。NXT ジャパン設立。 サレーへのスカウトなどフリーランスでありながらも、WWE にまつわるネゴシエート業務を行う。2020年、猪木博子と2016年前後に離婚していたことを公式に発表した。アントニオ猪木との出会いは幼稚園の頃。後に夫人となる猪木博子と同じインターナショナルスクールに通っていた。アントントレーディングで勤務したことがある義理の父親や、妻の母。 賠償三子からは、プロレスの仕事をすることを猛反対された。2002年5月3日の新日本プロレス30周年、記念大会にシークレットゲストとして、賠償三ョー・を呼んだ仕掛け人の一人である。新日本ロス道場を設立し、数々の選手を日本に送り込んだことでも知られ、2020年のインタビューでは、ロッキー・ロメロやダニエル・ブライアン、 カール・アンダーソンなど新日本に来日した外国人選手だけでなく、スティーブ・コリのトム・ハワード、ザ・プレデター、サモア・ジョーなどのゼロワン外国人選手や、力道山メモリアルに参戦したビッグ・バン・ジョーンズも、サイモンの発掘選手であることをカミングアウトした。ありがとうございます。